まあ、中澤はね、もうボンバも日本代表するセンターバックね。まだ体もフィットしてるし、ものすごくマニアックで、現役時代もね、フィジカルのことをものすごく気を使った選手ですから、まあ、久しぶりにね、彼のプレー見れるっていうのは、特に守りだけじゃなくてね、コーナーとかそういうチャンスになった時の彼の迫力をまだどこまで維持できてるかっていうのは楽しみにしてます。栗原とね、中澤もマリノスの黄金時代のヘディングが強くてね、栗原ね、まあ、マリノスのあのセンターバック2人っていうのは、まあ、結構ね長く勤めたから、まあ、十分中澤とコンビ組むっていうのはもう体に染みてるから、その2人の活躍もペアで見たいなっていうのが楽しみですね。小村もね、なんかちょっとマリノスが守りが多いっていう、同じポジションが多いっていうところがね、ポジション争いが激しいオールスターになるじゃないかなと思います。彼のプレーもやっぱりフィジカルでも迫力ある選手ですから、ちょっと見どころがあるじゃないかなと思います。中西ね、僕も四日市中央工業に彼高校生の時に指導に行って、あんな身体能力が高い選手日本で見たことなかったんですけども、小倉っていうフォワードがね、あのスポットライト浴びたんですけども、やっぱり中西がね、チームの中で城監督はね、身体能力はもう中西がチームで一番だっていうね、まあ、代表でもね務めたし、ジェフとか結構左で黄金時代のね優秀な選手だったけども、久しぶりに見るから、あの当時のイメージとどれぐらいまだ保ってるかって、それが一番楽しみですね。これ坪井はね、もうワールドカップにも出たし、まあ、レッドとかデルマーレとかね、でこの間ね、あのバラエティでものすごい食べる番組に久しぶりに見たんですけどねそこがちょっとコンディション、体重の維持がね、ちょっと番組見てしまったから、まあ、ちょっとグラウンドで走るときにそれ響いてないかなっていうのが楽しみですね。もし彼の持ってるスピードが落ちたら、まあ、ああいう食べる番組には行かない方がいいじゃないかなと思います中田浩二はね、バックもできるし、ボランチもできるし、サイドもできるし、でこういうレジェンドの試合にはね、ものすごく目立つ選手ですから、ぜひね、あの今解説の立場が多いから、堂々喋れるぐらいのプレーを見せてくれるなと思います本田康人はね、もうヴェルディのビズマルクがアントラスである時に本田の夢を見てたらしいんですね。それぐらいビズマルクを消すキラーだったし、北九州のね、小学校時代から知ってる方で、今僕はサッカー教室とかいろいろところに手伝ってくれてね、まだまだ元気ですね。ボランチで有名になったし、アントラスでキャプテンも務めたんですけども、僕は小学校の北九州で会った時に彼はフォワードだったんですね。ぜひ1点ぐらい取ってくれたら、俺ちょっと嬉しいなと思いますよね。テルはね、もう左利きで、もキックはね、俊介と争うぐらいの左利きのキッカーだったんですけども、どうかな、あの仙台でもいい時代があったし、彼らがね、やっぱりプレーどこまであるか、だからフリーキックになったら今度誰が蹴るんだっていうね、そういう見どころもあるなという感じがしますよね。戦う相手はいいところでファールしてくれたら、ちょっと彼に勝てるじゃないかなと思います。これは違反ですね、いやもうレジェンドっていうのは現役辞めてから1年経ってなかったらいけないんですよこれ、ねまあ、彼のね、天性的な部分とか、ワールドカップでもあのブラジルに入れた得点とかね、 あれ早く入れなかった方が良かったなっていうの、あれでブラジルが目覚めたんですけどね、やっぱり本当若い時から目立った選手っていうのは本物だなっていうところがありますね。一番注目、活躍で注目される選手ですから、
まあ、みんな裏切れないようにぜひ頑張ってほしいと思います。まあ、彼のトレードマークっていうのは得点っていうね、とにかく点取るハンターだっていうね、まあ、ゼロで終わったらみんながっかりですね。だからその宿題を持ってぜひ頑張ってほしいと思います。ジェフでねすごい活躍して、僕のお母さんが熊本出身でね、で彼がねやっぱり熊本帰ってやっぱり大地震があったり、いろいろ社会活動とかいうのも本当に頭下がりますよね、これね。もう一つ、みんな知らないけどね、マキはねアイスホッケーやってたんですよ。でなぜかっていうのは兄弟でやってて、妹もやってたかな。なぜかっていうのはお父さんが熊本アイスホッケー協会の、ね、一人者ですよ、これがね。だからこの試合にはね、まあ、サッカーであれね、アイスホッケーに負けない当たりをねちょっと見せてくださいね、これ。ただあんまり当たりが激しかったらアイスホッケーは2分ボックスに入れられるけども、サッカーは退場になるから気をつけてくださいね。天才ですね、まあ、こんなに面白い、何をするか分からない選手って日本に俺50年ぐらい住んでるけど見たことないんですね。あれも身体能力のすごさで、まあ、中西とちょっと違って、まあ何するか分からない、どこからシュート打つか分からないっていうね、もう本当にJ リーグの中で彼をその個性として上回る選手って日本人の中でまだ見たことないですね。まあ、あとちょっとユニークなキャラだから、うん、久しぶりに輝いた時代の久保ちょっと見たいなっていう感じ。またね守りに結構同じマリーンズの選手が多いから雰囲気的にいいじゃないかなと。大事なポジションですね、このメンバーにキーパー一人しかいないから、怪我もしていけないし、もしあんまり攻められたらちょっと心配ですけども、まだ43歳でしょ、だからまだ現役あってもおかしくない年齢ですから、ちょっと楽しみですね。ただキーパーね、あんまり目立ったら攻められてることですから、まあ、できるだけあんまり目立たない試合になってくれたらありがたいなっていう。あと忘れちゃいけないのは、監督は厳しいよ、うん、いくらイベントとしてもいくら楽しいって言っても監督だけは真剣になるから、みんな気をつけてくださいね。レスリングで有名な女子のレスリングで、そのお父さんがねすごい熱血な、あれに負けないぐらいの情熱を持ってる人で、でもラモスもちょっと体悪くした時代があるから、お手柔らかにね、ベンチでお手柔らかに頑張ってください。試合の内容によって、フィールドだけじゃなくてね、ベンチも注目してほしいと思います。まあ、とにかくね、彼らがもう我々にすごい楽しました選手ばっかりですからね、やっぱりどれぐらいね時間経ったらその面影があるかということがすごい楽しみにしてます。チケットが、ね、発売しだしたんですよ。ぜひみんな、ね、チケット購入して、本当にレジェンドのオールスターの試合を見に行くということがね、本当に思い出がいっぱいあるし、スタンドでみんな語れるという試合になると思いますから、皆様もめったにね一人これぐらいレジェンド見るのは難しいのに、こんなに集まってね試合ができるというのは、これすごい試合になるんじゃないかなと思います。この喜びさ、サッカーファンとしてはたまんないですね。仕事で僕も行きますからよろしくお願いします。もっと詳しく知りたいのは概要欄を見てください。ロムスカイジスラルメオカナオ。